Peggy 12. 俺はどうしてしまったんだ。今こそ燃えろ、黄金のコスモよ。この暗黒の世界に一色の光明を。ゴールドセイントたちは、ここは一体、俺はまだ生きている。兄さん、こうしてゴッドクロスをまとい、お前と語り合える日が来るとはな。これはどういうことだ。俺に何かをなせというのか。ゴッドクロスか。わしにはちと眩しすぎるの。太陽の光を作り出した老子でもですか。ゴッドクロスをまとったタウラスが笛ごときに惑わされると思うな。以前の俺とはもう違うんだよ。相変わらず血の気の多い。俺はお前の兄アイオロス。何も言うな。今はお互いアテナのために戦うセイントだ。相変わらず熱い男だ。君とこうして向かい合うのは久しぶりだな。お前を撃たねばならなかった。俺の気持ちがわかるか。見ろ、今はアテナのセイントとして共に戦う時ではないか。アイオロス、昔のように。行くぜ、ゴッドクロスよ。行け。我が翼で燃え尽きるがいい。アルデバラン！シュラ、お前のエクスカリバーは常に俺を導いてくれた。尊敬する人の再会を喜ばない弟子がどこにいるでしょう。あなたが僕の覚悟を見極めたいというなら逃げたりしません。幻魔剣と魔王剣、どちらが強いか今一度競ってみよう。私こそがこの時代の救世主なのだ。このヒルダがポセイドン様のもとで地上を支配するのだ。立ち去れ、命を落とすことになるぞ。あくまで邪魔立てする気か。お前がハーデス。ゴッドクロスをまとうにふさわしい力量を備えているかどうか。わしを葬りに来たのではあるまい。誰か馬になりなさい。お嬢様、俺が馬になります。悲しいな、お前たち人間が。だ、もっと上を目指そうぜ。俺のコスモの方が少し上だったようだな。私が何のために再び生を受けたのか、ゴッドクロスが教えてくれるはずだ。その闘志、今再びこの私に見せてくれ。この力があれば必ずやどんな困難も乗り越えられる。今こそ胸を張り、地上の平和のため。今はお互いアテナのために戦うセイントだ。見つけてやるさ、魂をかけて果たす使命とやらを。この世に再び蘇ったわけを。